はい。マネセンスカレッジの浅田修二です、えー。今回は質問フォームから質問を寄せられていましたので、えー、回答していきたいと思います。ガシラさんかなエシンさんかなはい。30代の方からご質問いただきました。ありがとうございます。えー、賃貸物件の家賃は、 建物の購入費用、維持管理コスト、不動産投資ローンの金利負担分に加え、大屋の利益が上乗せされているから100%持ち家の方が得であるという主張に対する反論方法を教えてくださいということですね。ほ <laughs> う、はあ、なるほど。賃貸済みは大屋さんに家賃を貢ぎ続ける奴隷などと言われると正直、 不愉快ですが、う、え、ま、ー、い反論が思いつきませんと。なるほど。なんか歯がゆい思いをされてるんですね。まあまあ私からのまあアドバイス全く違うところになってしまいますけど、まあこういう方とはスーッとまあ関係をあのなくされた方がよろしいんじゃないかなというふうに思うんですよね。経済に関してですね、まあ100%こっちの方が得っていうものっていうのはまあ あるかもしれませんが、まあ世の中に存在するのにこっちが100%っていうのはちょっとないのかな。まあつまりは、その持ち家派っていう方がいらっしゃって、持ち家の方もいらっしゃって、賃貸っていう方もいらっしゃる中で、これどっちかが、まあどっちかを選んでるわけですから、 で、それがまあ、言ったら割合としているわけですよね。なので、100%こっちがお得っていうことを言い切れるのかな <laughs> っていうふうに考えもらったらいいと思うんですよね。まあ100、100%これいいですよっていうのは大体疑った方がいいですね。まあ、必ずしもそれがまあ間違いかどうかっていうのはわかりませんが、まあ少なくとも100%、例えば儲かりますよ、100%利益が出ますよなんていうようなものって、まあ、大体疑った方がいいですよね。<laughs> <laughs> あの、なので、まあ世の中100%ということはないので、だからまあこういう方は、 ちょっと考えが浅いので、まあ、スーッと離れていかれる方がよろしいのかなというふうには思いますけど、ただまあ、こういうようなね、ご質問に対する回答、まあ、私もそれは多分お望みでない回答だと思うので、まあ、ちょっと真面目にお話ししていこうかなというふうには思うんですけども、加えですから、まあそうですね、まあ、家賃っていうものは、まあ、購入費用とか維持管理コストとか、まあ、不動産投資ローンの金利分、 とかが上乗せされているんだからっていうことですよね。でもまあこれ、実際、 まあ、購入費用っていうのは、これ実際、持ち家には利益は載せられてないんですかねっていうことにもありますよね。<laughs> えっと、建物の購入費用ですけど、まあ、新築で購入される場合ですね、まあ、大体2割減っていうふうに言われますが、まあ、これも、建て売りだったらそんなもんなんですが、まあ、これ注文住宅とかになってくると、まあ、3割減っていうのも普通にあり得る金額でして、まあ、つまり3割ぐらい乗っかってんじゃねえかっていうところですよね。まあ、大体今、まあ、 一番高いので、まあ、5000万ぐらいでしょうか。上物だけでね。えー、まあ、3000万ぐらいから購入できるのかもしれませんが、まあ、3割ぐらいってなると1000万から1500万ぐらい。 はもう完全に不動産業者の利益なんじゃないでしょうか。まあ、そんな風に考えたりもしますけどね。<laughs> で、それを前払いで、しかも銀行の借金でからされているっていうのが持ち家派ですよね。で、まあ、維持派にコスト。実際にこれはね。あの持ち家の方はかかっているのかな？ってかかってないっていう風に思ってるのかな。まあ、これがまあ給態税の考え方ですよねえー。私自身はそのと持ち家賃貸っていうところについて一定の回答してるわけですけどもまあ、これは会員制。でもまたむ。 私は、ね、無料のセミナーというかあの講座として公開していましたが、まあ、持ち家と賃貸どっちがお得っていうところがありました、まあ、その時に私の結論はどっちも経済的に支払う金額は変わりませんただ そこにはまあリスクの書き方が違いますよっていうふうにお話をしています。投資力がある方にとってはまあ圧倒的に賃貸の方がお得ですよというふうにお話をしています。えー、もっと言うとまあ持ち家を実際に持つこと自体を反対しているわけではなくってまあ例えばまあお子さんが生まれになった時に持ち家を持つことに関しては僕は反対でお子さんが巣立った後まあお二人の追の住み家として購入する場合はまあ賛成ですと。 というようなお話をしています。まあ、それはなんでかっていうと、まあ、自由度が失われるっていうことですよね。これに尽きるかなっていうふうには思います。まあ、例えば、あの、持ち家を購入された方に対する、その、デメリットっていうんですかね。まあ、もしくは、その、得、損っていうところで言うなれば、逃げられないっていうことなんですよ。えー、例えば、新しく家に住んだ時に、お隣さんに、まあ、なんかすごく変な人がいるとかですね。えまた、その、町内会に変な人がいる。 とかですね、えー、また、よろしくない、ちょっと反射高い的な方たちがいらっしゃるとかですね。まあ、そんなのも調べておけばいいものなんですけども、それがなかったりとか、まあ、もしくは、ハザードマップ最近ね、えー、言われたりもしますけども、例えば災害地域に指定されちゃっているとか、この前もね、石川県金沢市、えっ、ー、と、金沢市の隣になりますけども、まあ、そちらの方で、まあ、水害が発生しましてですね、えー、床上浸水なんていうところも、今現代で、もう普通になんか、元の街中みたいなところですよ。で、そこなのに、床上浸 まあ床上浸水したらまあ張り替えでしょうねもうほぼ張り替えになっちゃうかなというふうに思うし、えー、下手してたら、まあ、基礎部分に対して何かしな,しなきゃいけないというふうにね、まあ、そういうような状況にもなるかもしれませんで、まあ、維持管理コストこれは持ち家だろうが、まあ、賃貸だろうか、まあ、かかりますけども、まあ、実際にその持ち家の方もかかっていますからねで不動産投資ローンまあ確かに金利は高いですけども不動産投資ローンってそんなにね 期間長いいもものなのかななかうところもありますし実際それ以上に儲かっているっていう分もあるとは思いますけども、まあ、住宅ローンよりも高いからっていうことなんでしょうかねでも我々にとっては住宅ローンまあ実際に住宅ローン減税とかもありますし、まあ、支払い実際ありますけど35年35年も貸してくれないですからね不動産投資のね <laughs> 35年金利負担しているっていうところもありますよね。 まあ先ほどから言ってるまあ自由度がないっていうところですかね。まあそれ以外もあるのかな。まあ私自身もまああの持ち家を持たない理由としてはまあ自由に。 まあ、その土地に縛られることなくういろんなところに寝なしぐさでもありますんで私自身はあのいろんな土地に自分自身が今いいなっていうふうな土地に、まあ、あの住めるっていう便利さから賃貸を選択しているっていうこともありますね賃貸はね大家さんに、まあ、家賃を払い続けるっていうことですのでまあ言い方はあれですけどまあそれは事実ですからまあすからね、まあ、なんか不愉快とは思うかもしれないですけどこれ生き方の話なんですよね。えーまあ、先ほどから 自由であったりとか、まあ、そのリスクが違いますよっていうような話をしてますけど、まあ、例えば土地家を購入してしまうと今回まあ非常にこう災害が多いわけですけども、まあ、そういう災害の中でですね自分自身がまあクリティカルにヒットしてしまえば例えば地震であれば保険に入ってたとしても半分しか支払われないですし最大ね でまあ、風水害、まあ、火災っていうようなものが起きた場合に、まあ、保険で賄われる部分はあるかもしれませんけどこの保険代っていうのはあの賃貸は払わなくていいですからね持ち主じゃないので。 で結構な金額になってきてますよね、今ね。長期での契約もね、断られてしまっていて、どんどん値上げされていきます。まあそういったこともあるでしょうね。それ以外に土地を持つっていうことの、まあ管理コストであったりとか、まあ実際に賃貸の方が品質が低いっていうふうに言われるんですけども、まあ同じ金額で作った分に関しては、まあ同じ相当なもんですかねっていう感じですね。まあ賃貸だと、まあ例えば大手のデベロッパーの方たちが作っているようなものであるならば、まあ工場生産してそれをまあ立て,ていきますので、 まあ非常にこう、えっ、ー、と、建築コストが抑えられてるわけですよね。で、まあ、そんなような形で、まあ、あ持ち家、まあ、その、自分自身のマイホームっていうのは建てられないわけですよ。で、そうするとそれだけ費用はかかっているし、いわゆるその、質が上がっているわけですよね。じゃあ、同じ質で揃えないとダメですよね。考え方とすると。 まあまあ、同じ金額で、まあ、高い、えー、クオリティのものが手に入るのであればいいんですけど、まあ、あの持ち家の方の多くはその自分自身の維持管理コストっていうのを低く見積もられているかもしくは全くないっていう状態で見積もられている方が多いですねどんだけ高性能住宅であっても、まあ、10年間に1回ぐらいの支出は伴いますので,でしかもまあ,あの本当にもうちまたで建て売りとかで売っているものだともう粗悪なものが多いので、まあ、そうするともう10年に1回どころではない、えー、ものであったり とか、まあもしくは我慢して進むしかないってことですね。まあ賃貸でも最近はね、まあそこそこのクオリティのものをまあ,あ狙って探していけば。 まあ実際にありますし、まあ、私もここ今住んでいますけどまあここもだいぶクオリティは高いですね非常に機密もしっかり取られてるし、まあ、ちょっと断熱性能に関しては、まあ、あの僕自身は不満なところがありますけどまあそこそこですはいまあ家賃もそこそこしますけどまあそれに見合うものがあるんじゃないかなというふうには思って借りていますあの人の幸せとか人の生き方に対してなんか口出ししてきてその100%お前は損だなんていうまたはどれだなんていうようない人はですねまあお付き合いしない方がいいんで ですよ <laughs> なので、まあ、あの江頭さんどういうふうに思われてるか分かりませんが、まあ、今回お話しした内容だけでもだいぶ反論にはなるんじゃないでしょうかまず自由度がないですよと損ですよと。はい、どっかのの、ね、経済評論家の方も 私は賃貸派ですみたいな方でいらっしゃるんですけど、まあ、その方もお子さんが何かこう、ちょっと,えと学校にそぐわなくて、まあ、引っ越しをされた経験があったそうですけども、えー、その時に判断したことは、もう私は今までも判断として正しかったと思うっていうふうなことを言っておられたので、まあそれは結構持ち家ではなかなか踏ん切りがつかないんじゃないでしょうか。もちろんその持ち家で買った時にもすでにえと利益分だけ、ね、不動産屋さんの利益分だけ目減りしてしまってるので、まあいるその融資に関してもね、まあ 実際に値段が下がっている状態ですから、まあ、融資よりも、まあ、頭金が多ければ、融資よりもね、えー、融資金額よりも高く売れるかもしれませんけど、まあ実質として自分自身のお金は減ってますので、なかなかすぐに売るっていうことは難しい選択になりますね。 なので、家族構成や、まあ、ライフイベントっていうものが、まあ、コロコロ変わるようなですね、そういうような時期に、その、持ち家を持つっていうリスクっていうものは、まあ、今一度考えてほしいなっていうふうにも思うし、まあ、ここでおっしゃってる、その、維持管理コストとかっていうのを持ち家には十分働くし、実際そこには、まあ、先ほど言った保険のね、意味合いもありますけども、火災保険とか、まあ、そういったもので、非常に高いコストがかかっていますし、まあ、これ、マンションであればね、逃げられませんので、例えば、修繕詰め立て金とかはですね、ま、あ 払わないってことができませんので、持ってるだけでずっとコストかかりますから。まあそう考えると、いやまあ別に賃貸も別に悪くはないんじゃないかなっていう,ふうに思ったりもします。まあ、ここは人それぞれでそれぞれの考え方でいいんじゃないでしょうか。あただ、投資力がある方にとっては、私は賃貸の方が圧倒的に有利だという風うに言えます。 これは多分言えると思うんですね。まあ、一時的にドンとお金を出してしまって、えー、その分だけ、えー、費用高くする必要性はないわけで、えー、さらに言うと、だいたいマイホームっていうのを買ってしまうと、だいたいグレードが上がってしまうんですね。でグレードが上がってしまうと、その分だけ大きな失踪しています。で、まあ、大きな失踪したときに、自分自身の給料、 っていうものがずっと続いて、今の金額以上でずっと続いてくれるんだったら別に問題ないですけど、えー、例えば会社が倒産してしまったりとか、飛ばされてしまったりとか、まあ、例えば30代の時にはまだ役職ついてなかったので、主任クラスとかでね、残業代がいっぱい入ってくるから、これだったら払えるだろうなんていうふうに思っていたら、自分自身が出世してですね、課長になった瞬間にもう残業手当一切つきませんと。<laughs> で、あの、で、給料がガカンと下がっちゃったっていう人も結構いらっしゃいます。 まあこれ大手企業でもよくあることなので,で、そうすると途端に住宅ローンが厳しくなったとかですね、離婚の時にまあ財産分与とかですね、もしくはまあ相続の時に家が1個しかないっていうような状態の時には、まあこれはこれで問題を抱えることになりますので、まあ別に得だっていうふうに言い切るのにはこれらについて全て答えられないと、まあメリットデメリットっていうのは言えないんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ僕は 一言目には、まあ、こういう方にははこうういい方お付き合いしない方がいいい方がですよっていうのが真摯のアドバイスです <laughs> で2番目に、まあ、反論したいということであるならば今回のね動画を是非参考にしてみていただいて反論するのもいいかなと思いますが僕はお相手にされない方がいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい是非参考になさってください。ありがとうございました。